ザオー,エー・エイは2016年から2019年にかけて配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。主演のブリッド・マーリングと監督のザル、バトマングリによって企画され、ネットフリックスで配信された。シリーズは2019年の第2シーズンで終了した。2016年12月16日、シーズン1がネットフリックスにて世界同時配信開始。 2017年2月8日、ネットフリックスが第2シーズンの制作を発表。2019年3月22日に配信を開始した。しかし、2019年8月5日にプロジェクト打ち切りが発表された。打ち切りの発表はされたものの、出演者がシーズン5までの計画の存在を出演者が明かしたこともあってか、ファンコミュニティからシリーズ存続を訴えるキャンペーン。 始まった。SNS 上でのセイブテオアタグを使った存続を求める SNS 投稿やチェンジ .org での請願署名、クラウドファンディングを使って集めた資金によるメッセージやファンアートのビルボード広告といったネット発のキャンペーンだけでなく、ロサンゼルスのネットフリックス本社ビル前でプラカードを掲げたり、中には ハンガーストライキを観光する者も現れるなどの街に繰り出しての抗議行動も行われた。今作を企画した主演のマーリングと監督のバトマングーリは大学時代からの映画制作仲間であり映画アナザープラネットでは主演、監督だけでなく共同で脚本を担当した。今作においてもシーズン1の多くのエピソードが彼らの共同脚本となっている。 多くの人の前で橋から飛び降りた女性は、7年前に、失踪した盲目の少女プレイリーだった。救助された彼女は、自らのことを、OA と呼び、背中には痛々しい傷跡を抱え、しかし不思議なことに視力を取り戻していた。駆けつけた養父母と共に7年ぶりの帰宅を果たした、彼女は5人の仲間が必要だと訴える。その呼びかけに応えた学生のスティーブ、フレンチ、 ジェシー、バック、そして彼らの学校の教師であるベティラの5人は、一晩につき1時間ずつプレーリーの話に耳を傾けることに同意する。プレーリーによって、スティーブラ5人に語られたのは、彼女の数奇な反省、そして失踪からの7年の監禁経験だった。プレーリーは NY で出会ったハップと名乗る医師によって、ホーマー、スコット、レイチェル、 デナートの4人と共に監禁されていたという。イシハ発布は死後の世界への興味と探求のために監禁した者たちを強制的に臨死状態へと追いやり観察するという実験していた。そして監禁からの逃亡を図ったプレイリーは頭部を殴打され、超常的な体験を経験することになる。そして意識を回復した彼女は視力が回復していたという。 ハップの実験により、プレーリーと同じく頂上体験を果たしたホーマー。彼と惹かれ合いながら話していく中で、プレーリーは自身の臨死体験中に、OA 呼ばれていたことを思い出し、自らも OA と名乗り始める。そして OA とホーマーが、それぞれの臨死体験から持ち帰った奇妙な、動作に現実と死後の世界を結ぶ特別な、不思議な力があることが判明し、 また死後の世界の存在から五つの動作があると教えられた彼らは、共に監禁されている他三人も動作も持ち帰り、それらの動作を繋ぎ合わせた完全な動作を生み出し、その力を使うことで死後の世界、すなわち異次元への転移を果たし、現在の監禁から脱出するとの計画を立てる。大英ら五人は、各々が臨死体験から持ち帰った動作を、 それぞれの体に傷として刻むことで記録し、互いに教え合い、完全な動作の習得訓練を開始した。しかし彼らの行動を監視するハップも動作の存在に気がつき、自らも異次元への転移を望むようになる。しかし転移の実行のためは5人で動作を行う必要があるため、ハップ一人で転移することは不可能なのだ。そこでハップはプレーリーたちが 動作を揃えた段階で、自身が五人目となって異次元へ旅立つため、OA の突然の解放を行う。ホーマーら五人の仲間から切り離されてしまった OA は、依然として、ハップに支配され続けているホーマーたちを救うため、彼らのもとへ転移を試みたという。それが自ら臨死状態に陥ることを目的とした、橋からの飛び降りだった。しかし転移は果たされなかったのだった。 すべてを話し終えた OA は、スティーブたちに対して、動作を5人に伝授するのでその、動作の力によって、ホーマーたちのところへ、転移させてほしいと願い出る。OA の物語を聞くために集う中で、友好関係を築かれていた、スティーブら5人は、OA の告白と願いを受け入れて、動作の習得と転移への協力を引き受けた。しかし、 世ごとの秘密の集いがスティーブらの親たちに知られてしまい、カルトと判断された、秘密の会合は以後中止させられ、またプレーリーは心を病んでいると判断されてしまう。周囲の理解を得るためにスティーブとフレンチは、OA の告白について裏付け調査を開始したが、しかしその調査によって、OA の物語がプレーリーの作り話であるという疑念が高まる結果となってしまう。 彼らをつなぎ合わせていた糸が切れた時、彼らの連帯感も失われてしまうのだった。秘密の会合の発覚後、プレイリーは自由な外出が許されなくなってしまう。またスティーブら5人の交流は失われ彼らはそれぞれの生活を送っていた。そんなある日、学校内カフェテリアにて武装した生徒が乗り込む事件が発生。恐怖に染まるカフェテリアで誰もが身動きすらできずにいる中、 その場に居合わせたスティーブラ5人は武装生徒の前に飛び出し、OA から教わった完全な動作を披露する。その一瞬乱れぬ動作の迫力に押されたのか、動きを止めた武装生徒は取り押さえられた。しかし彼が最後に放った銃弾はその場に駆けつけていたプレーリーの胸に命中していたのだった。彼女はスティーブラに5人の完全な 動作の力が発揮されたことを告げて微笑んだが、既得状態となって、救急車で搬送されていく。OA の転移が成功すると信じるスティーブは、自分も一緒に行きたいと叫びながら、救急車を走って追いかけていくのだった。各シーズン前は一斉配信。ありがとうございます。